でも随分雰囲気が違うもんですね。日暮らしの皆さんです。諦めました。あなたのことは何も言わずに身を引くわ。はい、お酒ならワインが大好きと言っております、藤恵子さんです。私と同じで食べても太らない素敵な性格の桜田淳子さんです。探し探し求めて一人一人さまよえば行くの切ない石畳。ああ